いや、増えてるか戻ってきてる感じ。確かに戻ってきてるって感じかも。なんか新しいファンの方がつくというよりも、ね、戻ってきてくれてる感じ。みんながボッてね来てくれたらなと思いながら、だから生誕の時は何人くらい来てくれるのかなとか思いますね。メイカ、ライブ行きます。ありがとうございます。並びます。嬉しいです。ちょっと11日どうなのか、また教えてください。タッツン、こんばんは。タッツンは忙しいのかな？最近なかなかライブにはいないなっていう感じですが。もしよかったら来てほしいし。ほんと生誕の時はみんなに来てほしいなと思いますね。なんか、歌方の新メンバー知り合いとかですか？そう、知り合いというか、一回北海道でお会いしたことが、タイトル未定さんのライブにご招待していただいて、無線ライブ一回行ったんですけど、まさかのそのタイトル未定の方だったという。でも覚えてないかもしれないな、本人は。しんごさん、ありがとうございます。皆さん夜更かしですね。私も明日お休みだから、ちょっと、でもね、宿題見て。今月の宿題バッチリもう終わっちゃった。だからよかったら皆さん、私にもっと お宿題をさせてください。これは、毎月やってるシーズンのグッズなんですけど、お手紙とか、宿題チェキとか、あとブロマイドとかなんですけど、宿題あっという間に終わっちゃった。お手紙とか書くの好きで。もうね、見せたいんだけど、見せれないんだけど、見せれないけど、見せたい。12月まで北海道でアイドルだったんですよね。ねえ、そうみたいです。歌、タイトル見てって何回か見たことある。そこの人が歌も入るんですね。そう。落ち着いたら必ず行きます。楽しみです。生誕は行く。琉球新世。うん。ありがとう。みんなのその貴重な琉球を。いただいてるとありがたいなと思いながら生きていこうと思います。ありがとうございます。最近ちょっとちぎちゃんの様子見てきます。来てなかった。生誕はいつなのでしょう。生誕の日にちね、まだ発表されてないんですよ。決まってるんですけど発表されてないんですけど、ちょっと匂わせちゃうと5月1日です。言っちゃった。はい。じゃあ、有給を早めに申請してください。うん。多分怒られないでしょう。5月1日です、皆さん。絶対来てください。場所も内緒なんで、まだ発表されてないんで、ちょっと場所はさすがに言えないかな。原宿です。まあ、言えないんですけどね。あんまりね、発表される前にね。あ、セゾンのカレンダーにはライブ予定ってなってますね。あ、なるほど。じゃあ言っていいか。場所とかでもやっぱ書いてないですよね。場所は言えないんですけどね。原宿です。言ってないですよ。5月1日、日曜日、あ、最高ですね。日曜日。だったら有給、日曜日お仕事の方も、有給を使って来てください。わ、嬉しい、行きます、だって。マーズか？マーズって日曜日のこと？月曜日のこと？マーズ、何ですか？髪が赤いからマーズってことですか？面白すぎて話出る。ありがとうございます。まあ、インスタライブね、見てくださってる皆さんだけの、アーカイブ残さないんでね。二日なら俺の誕生日。もう一緒にやっちゃいますか、生誕。特典会でやりましょう。たっつん。おめでとうを直接言うチャンスですね。いや、箱だけど違いそうですね。箱だけど違いそう。どういうことですか？箱だけど違いそうです。場所も書かれてるってこと？私が聞いてるのと違うのかな？うん。アンソン。
あ、そう、考えておきますね。考えちゃダメです。もう、考えるな。感じろ、ですよ。行動に移してください。アンソン。今日アンソンにお手紙書いてよ。もうね。もう完了です。宿題完了。いや、書かれてない。あ、場所書かれてないのか。どういう意味かな。箱だけど違います。箱だけど違います。どういうことかな。お久しぶり。いつもね、チェキとかグッズ注文してくれてありがとう。ね、追加で購入できればいいんだけど。日曜日は夜仕事だから早い時間なら。ダメです。有給取って。だってもう言ってるんだから。5月1日って言ってるんだから。焼酎は野菜ジュースで割るのが好きです。ジュタペペ。おぉ。え、なんか、健康なのか健康じゃないのかわかんないですね。焼酎は野菜ジュースで。あ、マーズっていうライブハウスが新宿にあるってことじゃない。あ、そういうことか。マーズじゃないですね。このままなんかいろいろ出されたら、あ、正解とか言っちゃいそう。違うんですよ。ソルドス、です、で、メキシコ。メキシカン、イェイ。ハロー。グッナイ。ハロー。メキシコ。メキシコの言葉、なんか、知らない？ボンジュール？ボンジョルノ。絶対違うな。Thank you. 嬉しい。ハッピー。安則、宮崎さん、こんばんは、こんばんは。なんで2回言った？あ、そっか、読んだ後に言ったんだ。そうだ。なんかそういう、ラジオみたいな癖がついちゃって、なんで2回言ったのかなって、自分で疑問に思っちゃいました。レンさん、ありがとうございます。皆さん、夜更かしですね。どうしたんですか？ちょっとチェキちゃんの様子見ていきます。チェキちゃんに待機の方がいらっしゃるので、この辺でインスタライブ終わりにしようと思います。見てくれてありがとう。じゃあねー。バイバーイ。バンアン。グッナイ。スイユー。おやすみー。またねー。バイバイ。見てくれてありがとうございました。コメントもありがとう。おやすみー。